はい、渡辺です。今回はね、レアドロップ30個連続開封のプレイ実況をやっていきたいと思います。はい、頑張るぞ。今ね、これレアドロップ109個溜まってて、で30個連続開封するんでね、で残りが79個になるまでやっていくんでね。はい、頑張るぞ。早速ちょっとこれあ、そっか、これ射撃場さっきやったのよ。これちょっとレアドロップどこでオープンしようかな。さっきここでやったんでね、違うとこでオープンしようかな。これここでオープンしようか。ここはできないの？できるよね。レアドロップGO ファーストなんかいいやつ出てくるぜ。これ自然 XP10 分間ボーナスレア、お休みのキスハンドガングリップレア、重複前線のヒーロー降臨カードレア。これのサプライドロップとなんか内容あまり変わらないんだけど、ガオ。お、真ん中エピックだ。おお、武器 XP5 分間ボーナスノーマル。おお、スティンカール2。おお、 FG42 か、 FG42 ヒロイック出ました。やりました。FG42 はね、ワールド2のね、初フリーフォールで1位になった時に使った武器なんでね、これね。とっても嬉しいですね、これ。いきなり出ると思わなかった。で、キャッスルキング、ハンドガングリップレア。ガオ。次いきますよ、これ。どんどん。XP10 分間、ボーナスレジェンド、飛行機乗り、ハンドガングリップレア、重複船乗り、ハンドガングリップノーマル。ガオ、続けていきますね、これ。おお、あ、ドレミ持ってるんだよ、これ。あ、すごい、ドレミ2だ、これ。ドレミ2、MP40 ヒロイック。出ました。やりました。お、すごいぞ、これ。これ、ドレミはね、先日、ソーシャルのね、報酬で獲得したんだけど、ドレミ。で、今回、ドレミ2なんでね。めっちゃ嬉しいな。で、真ん中、ブランディ、グリースガン、エピック、出ました。やりました。で、右、ボディスナッチャー、M1、A1、カービン、エピック出ました。やりました。これ、3つこねて武器、エピックとかヒルエックで、なかなか出ないっしょ、これ。高確率っしょ、これ。すごいね、これ。うん。奇跡だよ、これ、本当に。ほとんど。早速次オープンしたいと思います。GO! 危険なし、重複ね、危険な仕事、ハンドガングリップレア。なんだこりゃ、アイアンカーテン。おお、PPSH41、エピック出ました。やりました。さっきサプライドロップでね、PPSH のエピック出たんだよね。スネークってやつが。あ、嬉しいね。PPSH 好きなんでね。師団 XP5 分間ボーナスノーマル。嬉しいな。今回すごいっすわ。次。ホームタウンガール、コーリングカードレジェンド。師団 XP5 分間ボーナスノーマル。重複戦闘用、コーリングカードノーマル。あ、103、残り103個なんでまだまだだよ、これ。XP10 分間ボーナスレア。素晴らしい。感情表現フレーズノーマル、重複発射時刻降臨カードノーマル。はい、次行きます。GO! 参考ハンドガングリップレア、重複吹雪降臨カードノーマル、重複立ち去れ感情表現フレーズノーマル。で、次ね、行きますよ。隣の人、向かいの人、封鎖プレードロップオープンしてるね。ベイルアウト、降臨カードレア、重複、射撃場にて降臨カードレア、重複、洗練、ハンドガングリップノーマル。次、残り100個だね。あと21個オープンできるんでね。まだ9個オープンしてないうちに結構出てるね、武器が。ソ連軍歩兵師団、インファントライ、インファントリーレジェンド、サンダーストラック、ハンドガングリップレジェンド。コスチュームも
ハンドガングリップも欲しいんでね、嬉しいですよ、この音。ガスマスク、ハンドガングリップレア、ゴー。こっちだ、感情表現フレーズノーマル、重複、重複 GG、感情表現フレーズノーマル、チェックメイト、ハンドガングリップレア、次、いきますぞ、これ。お、ペンギンの更新、ハンドガングリップレエピック。重複、デッキの船長、ハンドガングリップノーマル。イギリス軍 ATS 将校レジェンドっていうことね。次いきますよ。落ち着いて、感情表現フレーズノーマル。重複、ありがとう、感情表現ジェスチャーノーマル。おー、オールドガード、インファントリーエピック出ました。次、アメリカ軍トーカー、重複レジェンド、重複ハッピー、感情表現レア、感情表現ジェスチャーレア、重複機銃討伐降臨カードレア。おお、いいんじゃないですか、あまりクレジット増えていくんで。次、クロンペ、ハンドガングリップレジェンド、敵陣後方降臨カードエピック、重複ショットダウン降臨カードノーマル。ちょっと場所を変えしようかな、場所替えしちゃいます。これ、ここでちょっと登ってやってみるか。あ、これ登ったらできないんだ、これ。どこでオープンしちゃおうか、これ。この辺行ってみますか、これ。ここに落としちゃおう。XP5 分間ボーナスノーマル、深海ハンドガングリップノーマル。おお、 XP20 分間ボーナスエピック出ましたよ、これ。で、次、死ね、感情表現フレーズノーマル、重複ありがとう、感情表現ジェスチャーノーマル。で、重複開示法、ハンドガングリップレア。で、次、ハスキー、ハンドガングリップノーマル、満月、ハンドガングリップレジェンド、ペインキラー、これ重複ね、ハンドガングリップ。で、次、おお、アメリカ軍操縦室エピック、岩礁、おお、感情表現フレーズエピック、いや、感情表現フレーズノーマルでね。残り90個、結構開けられますよ、まだこれ。あと11個開けられるね。デッキの船長、これ重複、ハンドガングリップ、血まみれ、降臨カードレア、ステディショット、降臨カードレジェンド。はい、次いきます。支援、降臨カードノーマル、商売道具、ハンドガングリップレア、いいぞ、重複ね、いいぞ、感情表現フレーズレア。武器が出なくなってるな。お、出た出た出た、一定先に、ソギー、ワッフェ28エピック出ました。やりました。重複、沈黙破る、降臨カードレア、重複、ハスキー、ハンドガングリップレア。で、次いきます。調子、重複、調子はどうだ、感情表現フレーズレア、赤い月、ハンドガングリップノーマル、重複12ゲージ降臨カードレア。ちょっと移動しようか、いろんなとこでちょっとオープンしていきたいので、これ行ってみる。ここはどこでオープンしますか、これ。ここでオープンしてみようか、 GO。 おやすみの、重複、おやすみのキス、ハンドガングリップレア、重複、アイスパイ、ハンドガングリップレア、イケてる、感情表現ジェスチャーノーマル。あと6個だね、オープンできるのは。ゴー。重複、一級射手、降臨カードノーマル、母国、ハンドガングリップレア。おお、いいね、資産 XP20 分間ボーナスエピック、お、すごいっすよ、これ。あと5個ですね、ゴー。おお、重複、本物の力、降臨カードレア、
リルビスケット M1A1 カービンエピック出ました。さっきも M1A1 カービン出たよね。フレンジハンドガングリップノーマル、次あと4個だね。ガオイエイ、重複ね、感情表現ジェスチャーノーマル、師団 XP10 分間ボーナスレア、なんていうものこれ、硫酸弾っていうものか、これ降臨カードノーマル、あと3個。ガオ不満ハンドガングリップレア重複、武器 XP5 分間ボーナスノーマル、重複よくやった、感情表現ジェスチャーノーマル、あと2個ですね。グレートホワイトハンドガングリップノーマル、重複幸運の女神ハンドガングリップノーマル、出発進行降臨カードレア、ラストいきます。海へハンドガングリップレアを重複、270余りクレジット、すごい。敵陣候補エコリンカードエピック、重複空の玉降臨カードレジェンド、79個になったんで、これでちょうど30個目オープンしたんでね、早速ちょっと見てみますか。まずね、このめっちゃ溜まってるよ、これアクティブブーストプラス 25% ヘイシー XP、 あのサプライドロップでオープンしたのと合わせてね、プラス 25% ヘイシー XP、 1時間30分ちょうどで、プラス 25% 武器 XP がね45分で、プラス 25% 師団 XP が2時間5分ありますよ。これすごいっすよ、これ。うん。で、心情調書ちょっと見てみるかな。コーリングカード。あ、感情表現ちょっと見てみようか。いや、これなんか同じやつ、な他の感情表現のでもなんか同じなんかジェスチャーのやつがあったような感じするんだけど。死ね。岩礁。これなんかあると似てるんだけどな、見て見てってやつ一緒なんだけど、イケてる、落ち着いて、なんか似てるっしょ、こみんな素晴らしい、おかしいねこれね。あとはないんですかな、これ降臨カード見てみようか。降臨カードも結構揃ったんじゃないですか、これ。これちょっと分かりづらいのよ、新しいやつがどれかっていうの。これ、これだね。支援ノーマル。で、これね。硫酸弾ノーマル。動かないやつだね、これ。次は、あ、これだったのかな？ちょっと分からんけど。次ね、これ緑のやつがあんまり、なんかちっちゃいんでね、ちょっと分かりづらいですよ。あ、これですね、これ。ベイルアウトレアで、これ血まみれレアっていうことですかね、これ。あとこれだね、ステディショットレジェンド、あ、これだね。おお、エピック出てるんだよね、そういえばね。後方敵陣後方、おお、嬉しいな。これ設定してみようか、これ。あ、まだあるの？これ、降臨カード。おかしいね、これ。あ。あ、これか。ホームタウンガール、レジェンド。ああ。師団。イギリス軍 ATS 将校。あれ？これは、さっきのやつなんだけど。歩兵の方が、アメリカ軍歩兵師団、オールドガード、こちらですね、これ。で、ソ連軍歩兵師団、ソ連軍歩兵師団。結構コスチュームも揃ってきてるんでね。で、次、
空挺アメリカ軍操縦士。おお、かっこいい。おお、嬉しい。いいっすね、これ。これ欲しかったのよ、これ。めっちゃかっこいいわ。あと武器なのよ、これ。うん。まずね、グリースガン行ってみようか。ブランディ、エピック。これ、キルで 10% 兵士 XP ボーナスなんでね。これっすね。早速ちょっと、これ、こちらですね、これ。どうです、これ。どうです？こちら。いいっしょ？こういう感じで。ちょっと、アタッチメントつけてないね、これね。グリップ、FMJ、拡張マガジンつけて。こういう感じで。ちょっと武器が多いからね、今回。お、かっこいいね。で、次。PPSH のアイアンカーテン。グリップ、FMJ、拡張マガジンつけて。これでね。こちらですね、これ。で、次。ワッフェ、ソギー、エピック。ちょっと見てますか。あ、いいね。全然違うね、通常のやつと。なんか全然違う武器みたいになるんだよ、これ。相変わらず跳ね上がるね、やっぱりワッフェは。こういう感じだね。で、次はSMG 結構、M、ドレミ2。おお、すごい。これ、ドレミは、さっき話したソーシャルで獲得したんでね、これ。ソーシャルランクが上がったんで、報酬でこれ、獲得したんだけど、今回これ、ドレミ2。ヒロイックなんでね、これ。キルで 15% 兵士 XP ボーナス獲得なんでね。嬉しいね、これ。FMJ。で、拡張マガジン。こちらですね。おお、すごい、かっこいい。ヒロイックの武器は、2種類目ぐらいじゃないかな、まだ。スナイパーライフルのカラビン以来だったと思うんで。あまり持ってないんで、ヒロイックを。とっても嬉しいな。これ、どうです、これ。いいっしょ、これ。嬉しいな。めっちゃ嬉しいわ。はい。次、ライフル。M1A1 カービンが2種類ゲットしたんだね、これ。リルビスケット。これはエピック。10% ヘクシー XP ボーナス獲得できるっていうことでね。大口径 FMJ 拡張マガジンつけて。こっちですね。あ、全然違うね、これ。デザインがね。これ迷彩つけない方がいいな、これな。こういう感じで。いいっすね、これ。で、次、もう一種類 MA1 カービン。ボディスナッチャー。これ、エピック。キルで 10% HXP ボーナスを獲得ということで。今度はボディスナッチャーね、これ。なんか錆びた感じなんだけど。これね。こういう感じで。
で次最後に FG42。 おお、すごい、スティンカール2ヒロイックですよこれ。あ、3種類目だ。ヒルで 15% 兵士 XP ボーナス獲得、めっちゃ嬉しいなこれ。見てみましょうか。ヒロイックですよ、ヒロイック。ようやく。おお、これ好きなんで、これ。フリーフォールで初の位置になった時に使った武器なんで、これ。やりましたわ、これ。やりましたわ。はい。今回以上ということでね、これ武器はもうないよね。あのサプライドロップもね30個オープンして、でレアドロップ、今回レアドロップも30個オープンしたんだけどね。であのこの冬サプライドロップも115個溜まってるんで、これも30個すぐ後に取っていくんでね、オープンしてプレイ実況動画撮るんでね、こう期待ください。はい、以上にしたいと思います。はい、今回はねレアドロップ30個連続開封のプレイ実況をやっていきました。あとよろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いいたします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。